アラメさん、こんにちは。ぜひこれ。それでは今回なんですけども、超速報、ファインペイ最大 15% 還元、大盤振る舞いなキャンペーンも開催ということで、今回はですね、ファインペイの詳細が発表されたので、ちょっと速報という形で、それについてお伝えしていこうと思います。まず、今回このファインペイの画面遷移はこんな感じですね。そして始まる日程は、以前もお伝えしたように7月の1日より開始となっています。で、キャンペーンの詳細なんですが、今回大きく分けてキャンペーンは4つあります。それぞれお伝えしていきます。まず一つ目っていうのはウェルカムクーポンというのがありまして、ファインペイの開始に合わせてウェルカムクーポンとしてファインペイをダウンロードして、会員登録していただいた方全員にファミチキなど認証キーの引き換え券をプレゼントということになってます。で、二つ目っていうのはファミペイチャージで最大 15% 還元ということで、今回こちら日付も決まってまして、7月の1日から7月の31日までの期間にファミペイにチャージされたお客様にチャージ額の最大 15% 相当のファミペイボーナスを還元いたしますということで、今回還元に上限はあるんですけども、ちょっと上限額は今のところ表示はされてないみたいですね。で、三つ目っていうのは、受けたまわりギフト、ファミペイ利用還元ということで、7月の1日から7月の31日水曜までの期間に、ファミリーマートの受けたまわりギフトを、ファミペイで決済されたお客様に、決済額の 20% 相当のファミペイボーナスを還元いたしますということで、こちらも還元の上限はあるということになってます。次、四つ目、ファミペイすげえ得チャレンジキャンペーンということで、ファインペイすげえ得チャレンジと題して、7月の5日と7月の13日に流される限定テレビ CM と連動したキャンペーンを実施しますということで、詳細は7月の3日に公開されるということで、今回はこちらのキャンペーンの4つということですね。で、次に支払いやチャージ方法についてお伝えしていこうと思うんですけども、まずこの一つ目っていうのがちょっと謎なサービスなんですけども、支払えるものとして、もちろん店内商品もあるんですけども、代行収納などの各種サービスっていうのは記載されてたんですよね。一部サービス、貸付金、返済等を除くということなんですが、この代行収納っていうのはちょっと気になりますね。で、次、チャージ方法なんですけども、店頭での現金チャージ、そしてファミマ T カード、これはクレジットカードとなってます。チャージ、オートチャージ機能ありということで、こちらもファミペイボーナスによるチャージもできるということになってます。で、こちら先ほどもお伝えしたように、今回はアプリのダウンロードの特典や、消費者のニーズに合わせたクーポンも配信されるということになってます。で、このスタンプなんですけども、ファミペイで決済した際に対象商品を購入することで、スタンプが自動で溜まっていって、まあ、クーポンやファミペイなどのゲームの挑戦券が自動で配信されるということになってるので、まあ、ちょっとしたエンタメ要素もワクワクするような要素も詰まってるので、僕自身は結構いいなというふうに思いました。ということで、今回は速報という形で動画にさせていただきました。まあ、僕の印象としたら、これ本当にファミマ T カードのクレジットカードを持ってる方が便利良さそうだなという印象と、あとこの、代行収納っていうのがちょっと気になりましたね。まあ、ちょっと少し謎なサービスだなっていうふうに思いました。まあ、一応下の概要欄に公式のリンクも貼っておきますので、まあ、ぜひチェックしてみてください。またですね、僕の方で何か情報が追加されればまた動画にしたいと思いますので、今回速報ということにさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。